おざいまーす。28歳、パパとママのお金で、ご飯を食べている男、小島大輝のモーニングルーティーン、やっちゃいまーす。まずはアラームでちゃんと起きまーす。まあ、みんなね、なんで夜なん？モーニングルーティーンやとか思うかもだけど、俺クラスになると起きるのが夜なんですよ。ウォー！まず起きてね、昨日飲んでいた女の子との LINE を返します。まあね、昨日ね、飲んだ子めっちゃ可愛かったからね、パパとママがね、女の子と飲むときはシャンパンとかいっぱい入れんだよって言うから、ママとパパのクレジットカード使って30万円分入れちゃいました。二日酔いがすごいこの日。ほんで女の子に LINE を返し終わったら、しっかりと起き上がって、ここでやっとね、電気つけちゃいまーす。まあ、パパとママがね、光熱費も払ってくれているから、基本的にね、奥の電気とかはね、つけっぱにしちゃってまーす。僕、一銭もかかってないのでね。で、ここでしっかりもう一回、携帯のチェック。で、最近ハマってるゲームがあってね、デュエルリンクスっていうね、アプリがあるんだけど、それをね、最近やってるので、朝起きたら心拍が出てるかどうかの確認。で、その後に、こうやって、いいパックが出たら、パパとママのクレジットカードから課金して、しっかりと強くしていきまーす。ちなみにね、このデュエルリンクスに課金したお金はざっと300万ぐらいかな。パパとママのお金で。まあ今日の夜もね、飲みなんで、しっかりと起き上がって、準備していきまーす。まあまずはね、リビングの方行って、しっかりと椅子に座って、次何やるかなーっていうのをもう一回頭で確認して、まあ起きてしっかりと目を覚ましたらね、ご飯のお時間でございまーす。出前館で、好きなものを頼んで、食べていきます。まあもちろんですけども支払いは、親のクレジットカードでーす。でしっかりとメニューを確認してポチッと押して、はい、完了。ご注文しっかりしました。やっぱりね、パパとママのお金で食べるご飯は本当に美味しい。もうずっとずっとこの生活したい。頼み終わったら続いてはトイレ。基本的に僕トイレね、大きい方だと、1時間ぐらい入ってます。それはなぜかというと、 YouTube ずっと見てまーす。 YouTube をね、こう座りながらずーっと見てるのがめちゃくちゃいいんですよね。はい、お尻ふきふきしてね、終わりでーす。はい、続いてお風呂。昨日の二日酔いもあってね、しっかりと、洗って二日酔いを冷ましていきまーす。基本的に帰ったらベロベロなんで、そのままベッドに入って寝ちゃうんですけど、起きたらしっかりとお風呂に入って、今日の日も夜のみなので、しっかりとすべて体を洗って準備をしっかりとしていきまーす。そしてここで出ていきます。うぅ、いいお腹。いや、毎日飲み歩いてるからこのお腹になっちゃうね。まあ、ちなみにね、ここに住んでいるんですけど、家賃はざっとまあ60万ぐらいかな。でパパとママがもちろんお金払ってくれてるのでね、毎回女の子と帰るときいつも驚かれます。しっかりヒゲもね、やっぱ1日で生えちゃうんで、しっかりと女の子にモテるようにヒゲも剃っていきまーす。もうね、この年になるとね、ヒゲがで朝1日かすぐ生えてきちゃうんで、しっかりと剃ります。はい、続いて歯磨きでございます。もちろんね、歯ブラシの方もこれめちゃくちゃ高くて、ママが買ってくれた500万円の歯ブラシです。歯磨き粉もね、パパがあのこれめっちゃいいよって言ってくれた、2800万円の歯磨き粉を使ってます。歯磨きしてる大臣も、LINE は返す。 SNS のチェック欠かさずやってます。やっぱね、昨日女の子と飲んでね、しっかり楽しかったので、これ女の子にしっかりと自撮り撮って送ってます。まあご飯が来るまではこんな感じでね、ずっとあの毎日同じことを繰り返してます。別に何言われようがね、パパとママのお金でやってるんで、僕は何もないです。タトゥーもちなみにパパとママのお金で入れました。パパとママいつもありがとう。ほんで風呂上がり、しっかりと水を取って、まあここはね、いつも水なんで、水は一番おいしいです。二日酔いに一番優しいんで、しっかりと水をゴボ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 飲んでいきます。
で本当に毎日ね、あこういう起きた時間に女の子から連絡来て、今日どこで飲むっていう連絡をね、毎日毎日同じ時間にしています。出前が届くまでは、ゴロゴロして、まあ、一回女の子と電話ですね、しっかりと電話して、今日どこで飲むとか、今日何飲みたいっていう会話をずっとずっとしています。まあ大体女の子はアルマンド飲みたいとか言ってるんで、その期待に応えていつも開けちゃってます。ほんで電話が終わったら一服しに行っちゃいます。いや本当にね、タバコうまいね。うおかっこいい、タバコ吸ってる俺ってやっぱかっこいいな。いや毎日こんなかっこよく俺吸ってんだ。もちろんタバコ代もね、パパとママが毎回郵送で10カートンぐらい送ってくれるからね、タバコにも困んないからね。ああこのかっこいい吸い方で女の子落としてんのか、かっこいい。ふぅ、はい、ということでね、出前館届きました。しっかりと商品をもらって、家の中に入ります。あーかっこいい、このポーズかっこいい、あーかっこいい。うん、今日は何を頼んだっけな。うわなんかヘビー級なの頼んじゃったわ。いや本当にうまそうだったから頼んだんだよね。今日のメニューはこちら、デッテルデー、はい、デラックス牛丼みたいなの頼みました。いやいいね、二日酔いの後にこれを食べれるの俺だけだ。愛してしっかりとね、いただきますして、食べていきます。まあ、毎回ねこうやって朝ヘビーなものを食べてね、自分を追い込んで夜シャンパンを飲んで全部出すというね、ルーティン化されちゃってます。よく言われるんですけどね、僕のこの食べてるところがめちゃくちゃうまそうに見えるってよく言われます。分かってるんだって、俺は何でもできちゃうから、パパとママのお金があれば何でもできちゃうから、しっかりとね、あのみんなにねうまいのを伝えれるようにします。そしてね、食べてる食事中もね、あの SNS と LINE のチェックは忘れずにやってます。さてと、まずはこのデラックス丼いただきます。おお、春巻ちゃんからいっちゃうよ。あーおいしい、あーおいしい、あー春巻さんおいしい、おいしいね。パパとママいつもおいしいご飯を食べさせてくれてありがとうございます。ほんでしっかりとごちそうさまでしたをします。はい、ここからですね、もうここから、女の子との時間がないので、しっかりと髪の毛とセットして今日も臨んでいきます。しっかりと、はい、パパとママが買ってくれた18金のネックレス1個60万円ですね。60万円のネックレスを1個、はい、そして2個目つけて、はい、で僕は基本的にね、これはねクロームハーツのネックレスなんだけど、これはねちょっとねファンの子からもらっちゃいました。ファンの子からクロームハーツのネックレスもらっちゃいました、ありがとうございます。でこのね3連でつけて、あーちょっとこれ戸惑ってるね、そういうとこもまたかっこいい、あーまたかっこいい、うん、つけて、でこれはねしっかりと時計、これね金のね時計ね850万してます。もちろんママとパパのお金、はい、そしてパンティーを履いていきます。まあ、正直ね、まあ、港区でよく飲んでんだけど、港区なんか庭だから余裕でーす、このアディダスで。で、はい、レッチェケラー、はい、クラブに行くから、しっかりと踊っていくぜ、ほー、ベースメーマーマーマー、ふー、はい、うらっしゃい、はい、ヘオス、はい、空手、チョップ。そういうことで、これしっかりとね、奥義をね、披露していきたいと思います。もちろん、自撮りチェックも忘れずにしていっちゃいます。はい、準備ができたら、しっかりとビトンの財布、ママとパパが買ってもらった20万円の財布を持って、港区は庭なんでしっかりスリッパ履いて、電気は消さないよー。だってパパとママが払ってくれてるから別にお金かかんないもん。はい、ということで女の子と行ってきまーす。あれ、ここにパパの車だ。あれ、これパパの車じゃん。あ、パパの車ね、今日はなんか鍵が置いてあったんで、車で行っちゃいまーす。もちろんね、帰りは代行で帰るので、しっかりと乗りまーす。いやー、ポルシェね、なんかね、パパね、10台ぐらい車持ってて、今日これ余ってたから、なんかよくわかんないけど、これ乗っていきまーす。なんか女の子にめちゃめちゃね、すごい、何この車って言われるんだけど、よくわかんないんだよね。で、しっかりとここでエンジン。ザイグー。しっかりとエンジンついてますね。これをね、隣に女の子乗せてお店まで行って、帰りは大行と。あ
便利やん、じゃけん。パパすごいな、本当に。まあこんな感じだね、僕のモーニングルーティン以上です。